今回は僕が世界史解説していきますのでよろしくなのだ。では早速これを見てほしいのだ。誤っているものを2つ選べ。ホッケンが訪れた時期のインドはアーンドラ朝じゃなくってグプタ朝の時なのだ。なので違うのだ。ちなみにこの時の王チャンドラグプタにせよホッケンは朝日と記しているのだ。大東西域愚方構想伝は玄奘じゃなくって義奘が書いたのだ。なので違ったのだ。それでは次の問題を見てほしいのだ。誤りを含むものを2つ選べ。と結んで東西交易に活躍した民族っていうのはソグド人のことなのだけど、彼らの活動の舞台は内陸アジアのシルクロードなので海の道にはあまり関係ないのだ。ちなみにウィグルは安史の乱の鎮圧の時に唐の政府側を援助して以来8、9世紀の北アジアに勢力を広げたのだけど、その下で交易を握っていたのがソグド人なのだ。あとウイグル人はトルコ系でソグド人はイラン系なのだ。またソグディアナっていうのは丸4の通りでサマルカンドを中心とする地域のことなのだ。皆様お疲れ様なのだ。よかったらチャンネル登録とかいいねとかをしてくれたら嬉しいのだ。疲れちゃったので僕はもう帰るのだ。